泣きすぎて目が限界を迎えてる。あ、うつみお見送りで励ましてると言われてショックで大号泣。違うよ、あれは励ましてって私のこと言ったの。ハゲとかではない。ちょっとでガチでそうやって勘違いしてるんだったらマジでちょっと申し訳なくなるからやめて。もうマジでもう本当にアンピーの卒業が辛すぎて、励ましてって言ったら励ましてって、励ましてじゃない。でも絡んでくれてありがとう、嬉しかったです。こんばんは、今日ありがとう、楽しかった、ちょうど落ち着いた、あ、ありがとうございます、こちらこそめっちゃ楽しかったですよ本当に。もうちょっと私もちょっとパジャマに着替えちゃったんですけど、パジャマに着替えちゃったんですけど、そう、励ましてって言ったら励ましたって勘違いされちゃった。もう本当に目がやばい、もうコンタクトが曇って。こんばんは、こんばんは、お手紙泣きすぎてお見送りどうしようかと思った。手紙泣いた、手紙泣きましたか、かわいい。生誕のみんな生誕のスピーチ泣いた、私の生誕スピーチめっちゃ良かった、ガチお見送りの時言いたかったのに何も言えんかった、マジか、え、本当に嬉しい、生誕祭、生誕祭のスピーチ良かったですか、嬉しい、ありがとう。なんか5枚分ぐらいにまとめて書いたんですよ。でなんかマネージャーさんになんか5枚は長いって言われたんですけど、まとめてもらった。でも言いたいことがまだめっちゃあったから、結局あれプラス言葉、自分の言葉で追加しました。こんばんは、嬉しい、よかった、ガチか、アーカイブ買ってみる、え、ぜひお待ちしてます、嬉しい。こんばんは、もう泣いてるの大丈夫って言われました。みんな号泣してるやん。でも私自身もすごい泣いてしまった、心に来るものがあって、なんかあの生誕祭のスピーチめっちゃ良かったわ、嬉しい、ありがとう。幸せ幸せでアレン様やん。アレン様嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、スピーチ感動した、生誕スピーチ泣きそうになったり、ギラギラ笑ったり、情緒安定すぎた。泣いちゃった。スピーチよかった、個性アップデートし最高でした、手紙めっちゃよかった、ガチがよかった、めっちゃ嬉しい。いや、なんかあの生誕の手紙を聞いたメンバーも先輩も泣いてくださったって、もう涙出てきたって言って、そう、すごく嬉しかったんですけど、なんかそう、沖さんとかがやっぱりリネタンは普段すごいニコニコしててウェイウェイって感じだけども、やっぱり人間のなんて言うんだろう、暗い、なんかすごい辛いような闇の部分、なんかいいみたいな時があるんだなってあるんだなって思ったって言われた。でもそれは人間ですから、それは人間ですからね、私も、うん、いや、なんか生誕に確かにそういう感じのニュアンスのようなことを書いてたから、もう素直に全部なんか伝えられたらなと思ってたから全部含めて書いたんですけど、本当にでも手紙書いてる時に涙が止まらなくて、私自身もなんかもう20歳、なんか何もなんか幸せにできなかったなと思って、だからちょっとね、21歳はみんなにね、愛をねお返しできるようなアイドルになりたいですね。なんか特に決まった目標とか、なんかこれしたいとかあれしたいとかはそうか掲げなかったんだけど、したいことがたくさんあるけど、でもまずはやっぱ
一旦そこからなのかなとかって思って、それでも私新しい目標がちょっと一個できそうなんですよね。こんばんは。何よりえたんがみんなにすごく愛されてるのが一番嬉しかった。え、口ありがとう。みんな優しい。本当に小島さんの見惚れては遅れたの、いやもうあれめっちゃおもろかった、あいかちゃんの。いやなんか本当にステージの袖で待ってたんですよ、自分誰かといたいが始まるから、誰かといたいの準備、誰かといたい出なきゃいけないから待ってたんですよ。そしたらあいこちゃんが MC の時にいなくて、小島どこ小島どこみたいなスタッフさんが言ってたら、あいこちゃんが楽屋からめっちゃ走って猛ダッシュで来て、そしたらごめんなさいリエちゃんおめでてたらちょっと遅れましたとかって言われてさ、ええー、なるやん、私ここおるし何みたいなうん、それでマネージャーさん大爆笑して、でなんかちょっとこれマネージャーさんにこれはもう後から言わんといけんって言われて言った、暴露した。あゆこちゃんが、あゆこちゃんが自分の鏡、自分の顔を見惚れてたのに私に見惚れたって言っていやでもあの後ね、なんかあゆこちゃんがなんかガチのトーンでなんかほんまにごめんみたいな感じで謝ってきて、なんでそんな深く考えるのみたいな、全然悪いってことじゃない、全然悪いことじゃないし、むしろ私はネタで言ったんですけど、あやこちゃんなんかすごい真面目にほんまごめんみたいな、りねちゃんはなんかそういうのがあんまりだったんかなみたいなこと言うけど、いや何をやったんみたいな全然だわえとかって話して、はい、そんなこと話しましたそう、そんなことがありましたね、はいサラピの暴露も爆笑でした。いやなんかお風呂入ってないみたいな、いやあれはもう本当に恥ずかしくて言ってほしくなかったんですけど、でもやっぱなんかみんなに笑ってほしいなと思って言ってもらいましたしかも補助の部分まで言ったんですよ、もうちゃんとあの後レッスンの時にお風呂に入ってきて、ちゃんと浴室乾燥機を待ってたら時間が経って寝落ちしちゃったって言ったら言っていいよまで言ったから、何やったんと思って、それ言ったらダメだろうと思って、うん、いやでも本当なんよ、本当になんか、でも私基本毎日お風呂入ってるんですよ、本当にマジで、うん、基本毎日お風呂に入ってるんですけど、入ってるんですけど、あのもう浴室乾燥、私もう洗濯物外に干さなくて、もう夜いつも夜な夜な洗濯もやって、浴室乾燥待っててやりよったんよ。で浴室乾燥待っとったわけ、でもちょっともうほんまにやばいみたいな、寝落ちしそうみたいな感じだって、でも一応あれも合わせとったんやけど、そっちも寝落ちしてで朝起きても寝坊してみたいな、もうやばいみたいな、普段めったにしない寝坊をしてからの、あのマネージャーさんに起こしてもらい、普段もう本当にめったにない風呂に入らない現象が起き、たまたまが偶然重なって、でお話し会に爆速で行ったんですよ。そしたら風呂に入ってない状態のうつ病が完成して、風呂に入ってない状態でお話し会に参戦したんです。でもあのその日の夜にレッスンがあったんですよ、昨日の夜レッスンがあって、今日の卒コンのあの他のあれがあるんだけど、卒コンのためにレッスンがあったんだけど、そのレッスンまでに時間があったからお話し会が終わって、さすがにお風呂に入っていきましたね。うん、さすがに気になるよ。さすがにやばいと思ってお風呂入っていきました。うん、こんばんは。だからちょっとお話し会昨日のお話し会にちょっと参戦してくださった方に対して、サラビがもうほんまにやばいみたいな、ガチやばいって言ってた。あれちゃんハートありがとう。え、ちょお話し会になったのにレッスンが入っててやったんですよ。そうマジでオンラインでよかったです。これリアルだったら本当に死んでたって、そういろんなメンバーに会えた、いやマジオンラインでよかったねって言われて、でも本当にたまたまなんです。でそんな失礼なことはしないでしょ、私も毎回、うん、本当に失礼じゃん来てくださってる方に。
本当にたまったの。でも本当にアラームが鳴った記憶がなくて、マネージャーさんのモーニングコールで起きて、やばい本当にお風呂に入る時、もう体だけでも洗っていこうと思ったんですよ。だけどそんな時間もなくて、マネージャーさんも激怒だし、早くタクシー来てくださいみたいな感じで、もうどうしようどうしようってパニックになった結果、もそのまま行くしかなかったっていう。そうでもよく考えてみてください。 3R ってあったじゃないですか。今は 2R ですけど、リネリコリンコ、リンコお風呂に入らない人間なんですよ、リンコは。いやリンコはだってさ、リンコはさ、なんかお風呂入らんみたいなキャラだったくない？なんかもしかしたらリンコの魂が今こっちに来たんかもしれん。え、リンコってお風呂入らんかったよね？なんか分からんけど、そんな詳しくないんですけど、結構リンコのファンの方いると思うんだけど、え、じゃない？リンコってお風呂入らないキャラじゃないですか？もしかしていやでもなんか本当にメイクとかがなんかもう本当めっちゃ乾燥気味で、ゆきちゃんに目薬をめっちゃ借りたんだけど、それでもちょっと死んでました目が。お話し会のために今日お風呂入ったかって聞くのね。お風呂入ったかってやばいだろ。スミとアイスありがとう、ま、ありがとう。今日は11月5日の誕生日なんですよ。こんなことお風呂に入ったか入ってないかみたいな、なんかちょっとやべえこと話してますけど、ちゃんと髪飾りとかもあるんだから、みんながくれた、かわいすぎ、みんながくれた、これはかんざしです。両サイドにリボンがついた、リボンじゃない、これはなんかお花の花冠。花冠と皆さんからいただいた花束、花束ちょっと可愛い状態でスクショしてほしいから、ちょっとここしっかり三つ編みにして、やばい、ちょっとやばい、目が、どうですか。いやマジでいい匂いですよ。なんかこれ偽物のお花なんですよ。偽物のお花なんですけど、なんかすごいいい匂いがするの、すごい浄化なんだけど、とってもいい匂いがするんです。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、嬉しすぎてこの上なんか唇荒れてきたもん。嬉しすぎて唇荒れました。いや本当に皆さんありがとう、もう好きすぎて、ちょっとこのお花に合図をしてきました。え、なんかこれ両サイドに、毎年私ティアラがついてるんですけど、両サイドにリボンがついてるっていうことがなくて、両サイド初めて両サイドにリボンがつきました。しかも黒のリボン、かわいすぎやろ、ほんまに天才やろ、そうかわいいです。21歳になりました、本当にありがとうございます。かわいいでしょ。え、なんかみんな生誕ティーとか着てきてくれてかわいかった。なんか今日の遠征、今日の花だれ公演、すごいりゅうちゃんおじさんがいっぱい集合してたから、めっちゃ嬉しかったです。いろんな遠くから来てくださった方とかも本当にありがとうございます。お仕事の予定合わせて来てくださった方とか、楽しかった。配信とかでも見てくださった方とかもいると思うんだけども、配信も見てください。多分配信結構かも、いや映ってるか分からんけども、結構目線送った。そう、もちろん現地のあの方、来てくださった方にも本当にみんな、え、なんか奥の方ちゃんと見えてるから
奥の方ちゃんと見えてるから、手思いっきり振ったんだけど、伝わったかな。ちゃんと見えてたよ、みんな。こんばんは。うつみさんのお話し会マジで元気もらえるので、また行きますね。ぜひお待ちしてます。優しい。今受付中だよ。ちなみに今オンライン話し会とリアルお話し会受付中なんですよ、実は。来る。マジ？てか X に投稿してるよ、最新の。え、待ってますよ。今受付中なんです、リネッツァそのお話し会。こんばんは。ジャッキーレインボースターありがとう。伝わりました、よかった。ゆいちゃんクラッカーありがとう。こんばんは。昨日いただいたタワーのお礼をしようと思ったんですけども、あまりにも時間が詰め詰めすぎてちょっとかけてないので、明日ちょっとお礼をさせていただきます。明日の配信で、明日も配信をするのでお礼をさせていただきます。本当にありがとうございます。ひまたぎ配信でタワーを投げてくださったファンの方、明日ちゃんとあの写真を撮って、誰が投げてくださったかしっかり証拠はあるので、またお礼します。ありがとうございます。本当にいっぱい書き上げますね。なんか本当に今日やっぱ卒コンと生誕っていう一日だったから、マジでもう詰め詰めすぎて時間がもう結構ピリつけ上げてた。ちょっと結構場がピリつけ上げてましたね。だからちょっと去年みたいに外で写真とか撮りたかったんだけど撮れなくて、ちょっとピエなんですけど、アンピーのツイートもしたいし、載せたい写真が多すぎてもうやばい。明日の朝一番にツイートしよう。今私が配信しながらポストをしたらちょっとあれなので、明日の朝5時にツイートします、アンナちゃんのこと。もういろいろと、もう結構忙しくて、え、なんか本当に今日リネちゃんおいしさんとかもめっちゃ LINE 来る。ねんちゃんおじさんじゃない方とかも来てくださって、生誕のためにめっちゃ嬉しかったです。こんばんは、ありがとうございます。だからマネージャーさんにピリつけ上げて髪をして、え、そう、なんかあの楽屋がテントなんですよ。なんかブルーライブって、ブルーライブの楽屋がテントなんですよ。だから外のテントだから、いろんな虫がいっぱいこうくっついてくるんですよ。でその時になんか私がメイク終わって楽屋に戻ったら、マネージャーさんとココアさんとか沖さんとか、あとクルちゃんとかリオツンとか上見て、なんかおるみたいな、なんかあれ指さしてて、えっと思って見たら、こんなでかい茶色のブラウンのカメムシ、バカでかカメムシがくっついてて天井に、はぁーみたいな、もう無理そうっすってなって、本当にエグチケッキギザルがいいなとかって思いながら、そしたらマネージャーさんがなんかもう取ろうとしないんですよ、そのカメムシを。めっちゃ天井だから。でも椅子に登ったら取れる距離なの。だからもう取ってほしくて、なんかもうカメムシ取って
くださいみたいなこと言ったら、マネージャーさんがこんな遠いのに撮れるはずがないだろうってこと言われて、いやでも撮ろうと思ったら撮れますよねみたいな、椅子に登ったら撮れますよって言ったら、そこまでしたくないみたいなこと言われて、はーみたいな、何を考えてると思って、もう本当にノー、紙虫だけはノーっていう感じで、もう家に帰ったら大量に紙虫のスプレーがあるんだから、もう渡してあげたくなりましたね。でも私この前初めて地面にカメムシが這いつくばってる姿を見たんですよ。コンクリートの、カメムシって大体壁とかにくっついてるやん、白の。なのにから私この前カメムシが道路、本当に車とかが通る道路、わかる、あの茶、あのグレーとかの、あのガチのコンクリート、コンクリートっていうか、あのなんかちょっと、あのなんちゅうやん、ネイビーとかの、わかる、アスファルトの地面にこうやって下でこうやってやってたんですよ。何やったんみたいな、さすがにちょっと怖くて避けましたね。これがカメムシだとしたら、こうやって私が来るでしょ、そしたらうわカメムシ折れたんってこうやって避けたスプレーを振るなどそういうことはしませんでした。さすがにスプレーは持ってなかったし、最近なんかカメムシ見かけなくなったんですよ。こんばんは、しんしんしんくん、ハートありがとう。こんばんは、としき10、ありがとう。目が痛い、ちょっと洗濯物はもう浴室乾燥機だから絶対に大丈夫なんですけど、そうなんですよ、髪虫共演 NG なんで、基本虫共演 NG なんで、今年は基本ね、本当に無理です。チュルホッチさん、キャンディーありがとう。いやマジで怖い。ヤシカハートありがとう。ハートたくさんありがとう。ヤシタク、あ、つかんとカメムシ要注意。いやマジで本当に無理、怖い。でも今日めっちゃ寒かったんだけどね、めっちゃ寒かったんだけど、ダメでしたね。りーくんタワー、ありがとう、嬉しいえ、ありがとう、びっくりした、ありがとう、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと写真撮っていこう。タワーありがとうございます、めっちゃ嬉しい。ちょっとタワーのお礼はまた明日改めてさせていただきますので、ちょっと写真だけ撮っていこう。ありがとう、嬉しい、明日ちょっと紙に書いてしっかりお礼させていただきます、ありがとう。21歳ありがとうございます、超嬉しい、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう。ちょっとじゃあまた改めて明日お礼させていただきます、ありがとう。今日も生誕祭楽しかったです、嬉しい。やばい、ちょこれじわじわ、これこれとこれじわじわくる、ありがとうございます、嬉しい。頭の髪飾り可愛いでしょ、これはりんちゃんおじさんからいただいたんです、かんざし、両サイドにリボンがついてるんです。何回も言ったんですよ、両サイドにリボンがついてるって、そしたら両サイドのリボン強調し言い過ぎだろうってちょっとでもやっぱ可愛いから言いたくなりますよね。こんばんは、ラブだわね、嬉しい、ありがとう、嬉しすぎ
唇うぐっ裏返しそうだよ裏返しそうだよ、嬉しいありがとう、盛りすぎてって後つけときましたこのままにチュッてチュッてありがとう頑張った、兄もちょっとこうコメントのアバターにもつってありがとうございます、嬉しいありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、誕生日おめでとう、ありがとうございます、今日で21歳になりました、ありがとう、今日暑かった、マジ今日全然暑くなかったです、めっちゃ寒かったよ、ブルーライブ、ブルーライブ広島、ブルーライト横浜みたいな言い方したけど、ブルーライト横浜みたいな言い方したけど、めっちゃ寒かった、こっちとら私はたくさん発生したから落ち着いてきたのかな、いやでも確かにそうかも、なんかでも広島は緑のカメムシしか見なかったんですよ、でも茶色のカメムシを見ましたね、ホール内肌寒かった、ホール内は確かにめっちゃ始まった時は超寒かった21歳そう21歳、もちろん俺は抵抗するで、神戸市で神戸市で、こんばんは、ありがとうございます、最近茶色多い、ガチか、え私岡山の、ね、岡山に住んだ時は茶色ばっか見てた、逆に緑は見たことなかった、今日暑かった、マジで絶対嘘だろう、新人新刊ハートありがとう、八さんハートありがとう、ありがとうございます、ゆういちハートありがとう、ありがとうございます、今日僕の人生初めての STU 劇場公演ありがとうございましたありがとう、え今日人生で初めての公演が宇都宮への生誕祭だったってことですか、ありがとうございます、超嬉しい、えどうでしたか、お見送りとかも あったと思うんですけど、茨城県から来てくださったってことですよね、ありがとう、遠いのにめっちゃ嬉しい、どうでしたか、もう家着いたかな、ちょっとまたいつか会えるといいな、かわいいでしょ、かわいい、かわいいでしょ、いや本当に怖い、カメムシ久々に見ました、茶色、でも一回自分のベランダ網戸にめっちゃでかいかバカでかカメムシがくっついてた、何これみたいな、神様のお告げみたいなバカでかいカメムシ、これぐらいこんなカメムシがくっついてて、へぇーってなっちゃった、さすがに声が出た本当に怖かったです、あえも花だれ公演初めてだった、ガチやばすぎ、ララ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 ラやんそれララ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 全然いいよ、なんか超優しい、ありがとう、時間までこだわってくれて、もともと茶色しか見ることなかったんやけど昨日から鮮やかな緑色初めて見ました、もう帰ってきたらカメムシ NG で、もうカメムシ今日 NG なんですいません、ちょっともうやめとこう、嘘やん、半袖でも生きたで、ガチガチか、でもそれは私のこと見てあったかくなってるんじゃないの
私のことを考えて暖かくなってるんじゃない？それは。私は寒かったもん。今日暑かったって人は私のことを、私のこと考えて暖かくなってるんじゃない？それでしょ、絶対。絶対そうだよ。こんばんは。ヤッピーハートありがとう。こんばんは。ワイもハンドル公演初の気がする。ガチ嬉しい。ちょっとそれはやばい。ララ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 ラ、うどんで決まりやん。それはもうまさにうどんで決まりすぎるわ。うどん食って決まるわ。去年生誕祭はざまざまかったから余計熱く感じたところ、ガチか。でもやっぱ私のこと考えてるけん熱くなったんじゃないんちゃうんけ。熱くなったんちゃうんけ。ポカポカキュンってね。うん、キュン。生誕めっちゃ泣いた。ええ、ちょっと涙涙、本当にその涙舐めてあげる。私がうれしい。ハンドル公演初。え、ありがとうね、本当に。ガチか。ヤッピーさんハートありがとう。ん、ハートありがとうございます。そらららら。アイパン起こしてあげて。え、アイパン寝てる？アイパン大丈夫か？配信予約とか入れてんのかな。でもアイパンマジで疲れてたから、起こしてあげたくないな。起こしてあげたくないな。アイパンガチ疲れてたから。でも明日ちょっとアイパンとね、二人でデートもする予定なんですよ。アイパン、アイパン起きろ起きろー。でもマジで超可愛かったアイパン。なんかまずリネちゃんの生誕祭に出てもうすごく嬉しい、すごく嬉しい。でもずっと言ってて、ほんまにずっと嬉しいって言ってて、でそっからなんか私がメイクしよったの。そしたら急にあやぱんがりんちゃんって、隣席だったんやけど、りんちゃんみたいな、りんちゃんみたいな言って、何って言ったら、今日はりんちゃんの生誕祭だからちょっとピンクのメイクを意識しますとかって言い始めて、えーみたいな、可愛すぎやろみたいな感じだって、はあもう可愛すぎみたいな感じになって、そこででなんか私とお揃いのラメ、私とお揃いの、ね、ラメをねわざわざ買ってね、こう塗ってくれたんですよ。だから同じコスメを使ってお互いイエーイみたいな、やばすぎみたいな。で同じコスメを使ったことにすごくモチベーションが上がったんだけど、なんかアイパン的には私と同じメイクっていうのが本当に嬉しかったらしくって、なんか公演の途中にメイク直しとかしてたんだけど、合間のもう本当に嬉しいみたいな。なんかもう本当に今公演中だけど、一番嬉しいのはりねちゃんと同じコスメを使ったことみたいな、めっちゃ可愛くて、私と同じコスメを使ったことでこんなに喜んでくれる人いるんだと思って涙が止まりませんでした。ガチ可愛くない？だから最後あやぱんが感想を言うときに、なんかごめんなさい、爪の間のなんかちょっとカスみたいなやつをティッシュで取ってた、ごめんなさい、あの取った時になんかメイクのこと言ってやりなさいよって言っちゃった。言っちゃいなさい皆さんにって言っちゃった。したらいいでしょ。たくみん10ありがとう。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。そうすごい、ヤッホーお誕生日おめでとう。ありがとう。今日誕生日です。アンナちゃんと一日違い。いやマジでアンナちゃんと一日違いすごいよね。オーディションも近かったし、アンナちゃんと同じ一日違いだし、こっちに来てから高校も同じで、アンナちゃんともう本当になんか全て一緒に暮らしてたし、もう本当に全てアンナちゃんとずっと共に過ごしてたから、生誕のお手紙がアンナちゃんってなった時にすごいなんかもうグッとくるものがありました。ずるいなって思いました。そう
嬉しかったです本当に。コージくんクラッカーありがとう。特にトラブルとかで寝かせてあげたい。そういうのアヤパン寝かせてあげたい。スピ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 アヤパン。はぐれコウモリ恋しょ恋しょ。これはショールームの缶オケイベントの時に貼ってたやつです。缶オケイベントまた来週の日曜日にお礼配信させていただきます。こんばんは、ありがとう。なんか暑いんだけど私もやばい、なんかめっちゃ暑くなってきた。配信終わったらちょっともう、まあ、ちょっと暑すぎる、無理、ちょっとこれもちょっと無理、これ暑いもう暑い、これもう暑い、何これこのモコモコ暑すぎやろ、ちょっとやばい、もう耐えられない。来週日曜日にやりますね。クリモバラありがとう。お手紙アナちゃんと想定外でした。いやそれ私もあやぱんかなと思って、生誕始まる前に生誕お手紙はあやぱんじゃないん、あやぱんじゃないんかみたいなことを言ったんですよ。あやぱんじゃないみたいなこと言ったら、あやぱんがいやどうだろうって言って、いやでもね楽しみにしてておもろいけみたいなこと言うけど、何かと思って、でも私アンナちゃんかなと思ったんですよ一瞬で。でもあやぱんかなとかって思ったら書きたかったみたいで、なんか生誕の時期だからもうそろそろ手紙の依頼が来てもおかしくないんじゃないかと思って、マネージャーさんにわざわざなんかりねちゃんの生誕祭の手紙の依頼って来てませんかってあやぱん聞いたらしい、マネージャーさんに。可愛くない、あやぱん本人がマネージャーさんになんか生誕の手紙の依頼って来てないですかみたいな。でそしたらマネージャーさんが、やっぱのマネージャーさん女の方なんだけど、そしたらマネージャーさんがなんか、いやなんかまだ来て、まだなんか来てないですねみたいなこと言って、ああそうですかみたいな。でまあ何日か経ってもうギリギリやけん、あやぱんがわざわざマネージャーさん待ってって確認してもらったし、そしたらあなんか、あアンナさんでしたみたいなこと聞いたら、あやぱんがおーってなったらしい。やばすぎ、かわいすぎやろ、うん、おーってなったらしい、おーって言ったって言ってた。そう、なんか手紙書きたかったらしい、あやぱん自身は。でもあやぱんは日付超えて日付夜中にメッセージ送ってきてくれたよ。そう、嬉しかった。そうね、かわいすぎて、うんって。いや、なんか本当にアイパンは、だんだん変わってきてる。性格が明るくなってきてるんですよ。なんか私と関わって、本当に性格が、明るくなってる。しかもパリピな方になんか、イヤーみたいな。いずれアイパンがさ、ウィンウィンウィンとかってやり始めたらどうする？アイパンがさ、皆さんこんにちは、鈴木愛花です。みたいな感じ。はじめまして。パンが大好きな鈴木愛花ですみたいな感じなのに、急に初めましてみんなパンが大好き、塩パンが特に大好き、塩パンはもっちりもっちりって言ったら、お餅お餅だったら白い白いって言ったら、俺あやパンでしょ、イエイエイエイとかって言われたらどうする、もしあやパンが急に初めましてあやか鈴木です、よろしくお願いいたしまっちょ、俺の名前は鈴木あやか、でもみんなのことが大好き、お餅とお餅は白い、でもパンは白いけど茶色いブラウンカメムシとかって言われたらどうする、もしあやパンが急に。いやでも本当にアフタートークがあったんですけど、アフタートークでサーヤンとアヤパンと私の出演だったんですよ。でもサーヤンとマジで仲がいいの、サーヤンともお互いの私服を選び合うぐらい、お互いの私服を選び合うぐらい仲がいいし、アヤパンとも仲がいいし、ほんとにマジで大好きビッグラフですみたいな二人と仲良くて、でその大好きな二人に囲まれてたんだけど、なんかアフターの時とくときに、なんかマジで、あやぱんと私は、なんかもう甘辛チキンだよね、みたいな。甘辛チキンみたいなこと言ったら、あやぱんと私の性格を食べ物に合わせると、まあうちら甘辛チキンだよね、みたいな。言ったら、サーヤンが、え？みたいな。何？甘辛チキンみたいなこと言ってたんだけど、あやぱんその時に、ねえって言ってたんですよ。多
って言ってた。私の記憶上甘辛チキン、うん、みたいな、なんか理解しててなんかあ、やっぱ前まで私がそういうことを言ったらみたいな、よくわかんないみたいなことを言うんですけど、理解しててわかんないねえっていうか、なんか理解してたんですよ。うん、だからびっくりして、私はなんかもう変わってきてるって、うん、けど実際にその高崎彩子で話すときに、高崎彩子で話してたらしいのよ。そしたらあやぱんがそのサーヤンとかあやこちゃんとかパセリに、本当にあやぱん最近リネちゃんに似てきたみたいな、もう性格も喋り方もみたいな言ってて、もうやっぱ憑依されてるんだよ俺に。だからさ、1年後のあやぱんはさ、俺の名前は鈴木あやか、あやか鈴木どっちでもいいけど名字と名前は覚えてね、 ST48 2期生の鈴木あやか、ドゥン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 チュッチュッってロボットダンスとかし始めたらどうする、急にあやぱんがハンドル公演ですね、うん、可能性はあるよ。だんだんあやっぱがリネちゃんのキャラになってきました。いやでも本当にいい味出してきてますよ、うん、しみしみ大根のように。お誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとう、嬉しいです、こんばんは。リネちゃんの声、あやっぱの声めっちゃかっこいい、いや本当にそう、でもなんか実感してます、なんか私とあやっぱ仲良くなったからすごい明るくなってきてる。そうだから本当にあやっぱからモチベーションもらうこととかもあったりして、なんか本当にねめちゃくちゃねありがとうございますって、あの Thank you 熊様になったという感じですね。こんばんは。いや本当に可愛い、中健さん10ありがとう、ありがとう、今日もあやぱんと編成中瀬さんケーキありがとう、うまい、ありがとうございます。おみそさんふくらかパンありがとう、ブラウンカメムシ、そうブラウンカメムシ、テンションマークさんやっぱワンチャンです、いやそれの本当に、はじめだよさんケーキありがとう、うまありがとう、こんばんは。え今日ねメンバーがタンプレをくれたんですよ、だからまたちょっと載せるわ、何くれたとかではなく、あの写真を一緒にプレゼントと写真を撮ったので載せますね、ストーリーかなんかに。今日ねリコチとねみちさん、みちさん、そう、あとミホリンもくれて、マジ泣きそうになった、はぁーみたいな、みたいな、もう嬉しすぎて、ちょっとブリッジしそうだった、嬉しすぎて。なんかみんな聞いて、なんかささっき X 見とったらさ、なんか X にさ、なんか高速道路を車を運転しとったら急に妖怪みたいなやつが出てきたみたいなやつ見て、怖かったっけ、見て、なんか四足歩行のなんか妖怪が急に出てきたみたいな動画が流れてきて怖かった、しかも拡散されたんよ結構、マジで怖かった、見てくださいそれ、よろしくね、検索して四足歩行のなんか妖怪がなんか高速道路急に飛び出してきたみたいな、めっちゃバズってたその動画、ロコボコうまありがとう、うまありがとう、怖かった、おめでとうありがとう、ありがとうございます、明日も配信しますわ、クラッカーありがとう、すずちゃんキャンディーもありがとう、こんばんは、今日初めてリネちゃん見て可愛かったです、初見さん、え、ありがとうございます、めっちゃコメント遡っちゃった、まだ見てた、見ててくれたらいいな、ありがとう、え、ガチ嬉しい、え、レピーどこがどう可愛かった、どこがどう可愛かったですか、え、でめっちゃ嬉しい、ありがとうございます、初めて、嬉しすぎてなんかもう牛タンの味してきた、自分の舌が即席牛タンになってきた、やばい嬉しい、お誕生日と卒業お見送りでは仕事終わりじゃなくてすいませんでした、いや全然いいよ、なんかスーツみたいなの着てたからお仕事終わりかなと思ったんだけど、そうではなかった、え本当にわざわざ清掃してきてくれてありがとう、ふふふ、怖くない、見てなんか運転中になんか四足歩行のなんか妖怪が急に走ってんの、走っ
ってきたみたいな、ぽかった、見てください、超不気味だから、不気味すぎてゲー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 のゲーって流れそうなぐらい怖い。見てください、50分やばい、ちょっと団長見ます、じゃあちょ50分なんで団長見ます、じゃあ13人から、13人ジャーキーありがとう、12位ヤッピーさんありがとう、11位トシキありがとう、10位ハルルンありがとう、9位ロコポコありがとう、 Thank you、 8位ハズチありがとう、7位イコールさんありがとう、6位ユイチありがとう、5位マちゃんありがとう、4位ユカニャンありがとう3位はじめだよありがとう、2位編成中瀬さんありがとう、そして1位がドゥルパンリコです、ありがとうございます、ありがとうございました、もう超楽しかったです、皆さんおめでとうって言ってくださって、お祝いしに来てくださってありがとうございました、すごく楽しかった、そしてあのタワーのお礼はまた明日させていただきます、暇と配信とか来てくださった皆さん本当にありがとうございました、本当にありがとう、みんなのおかげですごく素敵なバースデーを迎えられました、そう生誕祭のアイカーブちょっと早く見たいな、明日はちょっとゾンビゲームをちょっとやり込みます、ゾンビゲームにちょっと貢献できるように、全然愛子ちゃんがめっちゃゾンビゲームやってるから、ちょっと明日ゾンビゲームちょっと一日張り込むわ、で明日配信してタワーのお礼をしてあやぱんとデートに行ってきます、メールもたくさん送っちゃおう。